ドンキマジ最強だよ、ほんと。俺がよく行く東新宿のドンキはマジで最強。なんかちゃんといいものも売ってるし、くす安いものも売ってるし、めっちゃお得なものも売ってるっていう。服の系統にもよるけど、あのマジドンキ最強。普通にゾゾタウンで買うよりドンキの方が安いまである、なんなら。これね、四方に振っとくと思うんですよ。笑った。あ、階段いるね。大学生のファッションを教えてください。あ、大学生やっぱ GU じゃない。メイン変装 GU でいいと思うけどな。まあ、で GU は全年齢対象でなんかあのメインの変装として使えるよね。よー、はい。なんかついでに死んだ。いるね。ここバレないと思うんだよ俺。マジでか。これね、シフォン投げるじゃん、死ぬんすよ。わざわざシフォンで殺す必要ないのに、シフォンで殺す男。対戦ありがとうございました。これ多分下から取りに来るしかないから、ってなってくると、必然的にここなんですよ。取りに来るラインって。で、右か左か選んだときに、人間って迷ったら右に行く法則っていうのがあって、だから俺はもうこっち1点攻め。1点掛けもこっち。100% こっち来る。あ、上から来るな。上から来るなら、それはここだね。え ?OK! 安定してますね。ただ今の状況に対応してるだけやん。ゲーム実況者ってそうなんですよ。結果論を結果論に見せないようにするのがゲーム実況者の仕事なんですよ。ゲーム実況者とコメディターの違い分かる、何かって分かる。コメディターは結果論言うんですよ。けどゲーム実況者はまるでそれが結果論じゃないかというんですよ。これが一流かコメント感の違い。意味あるねんかと言ってる。ケンさん年いくつなんですか。僕ね、もう御年28なんですよ、実は。結構いいお年になっちゃって。いや、28っていいね。なんかこう、なんだろうな、この30手前の高揚感あるよ、正直。なんか女の人はあんま嬉しくないかもしれないんだけど、なんか年を取ることっていいことだなと思ってて、年を重ねることってすごくいいことだなと思ってて、今28でしょ。すごくね、あの嬉しいね、やっぱちょっと嬉しいなって思う自分がいる。で、俺ドローンとのめっちゃ上手くね。ああ、なるほど。ああ、なるほど。ああ、危ねえ！ビビった！なんか時止まったんやけど、一瞬。あいつ確か、あれだよな。さっきのテルウィットだよな。あ、飛ぶ！もう俺死亡で一生飛ぶんだけどって言わしたかったんだけどな。あー、危ねえ、分かった。なんでサバだ。あー、バックだ。スケルトンキー、システム上勝てないやつ来た。こんにちは、エセ関西部の範囲はこちらよろしいですか。あのね、一応俺24年京都いたからね、エセじゃないと信じたい。どうなんだろう。それはやっぱ関西人として一回東京に行って関東弁を学んでしまった時点で、それはもう魂を売ったエセ関西弁になるのかな。まあ俺関西人である、プライドが一切ないからどっちも言えないな。いや、多分ね、俺イントネーション変になったと思うんだよね、シンプルに。ちょっと東京に触れてしまった結果、ちょっとね、イントネーションがキモくなってるんですよね。だから多分関西の、今まさに現役で関西の人からすると、ちょっとね、関西弁変だと思うんですよ。これね、俺多分関西にいた時からそうなんだよね。あのね、関西にいた時に、あの、オンラインゲームするといろんな方言の人と話すから、最終的に標準語になるんですよ、みんな、話し方が。で、その標準語になった時に、結構映っちゃって、俺関西に住んでたおじいちゃんとかに、何その話し方ってよく言われたんですよ。だから、多分、俺そもそも、ちょっとイントネーション変なのかもしれない。関西と関東のハーフなんですよ、俺。そうなんだよねーっていうこと、このねーっていうやつ、これが多分、関東弁っぽくて、それを関西弁に当てはめてるような気がする。若干。そうなんやーみたいな。そうそうなんやーって、なんか、ってなる。このそうなんやもなんかちょっと変な気すると思うんだよね。自分のルーツが分かんなくなってるよね。だから、ある種。俺って何なんだろうって。深いわ。ということでね、
深い、やばいやばいやばい、危ない、お前ふざけんなよお前ほんとに、はい、あー入れると思うなよそれで、お前絶対返さねえからな、あーカバー早い、おじいちゃんつってカバーしてきた、マクドって言ってたけど最近マックって言ってやっぱ関東弁やとマクドってならないんですよ、関西弁になっちゃうんですよ勝手に、マクドって言ったらこのイントネーションの時点でよかったら今からマクド行こうやになっちゃうのね、だからそうやった最初から関西弁で、ね、今からマクド行こうやになるんですよ、でこれがあれだって、関東弁で話してる時っていうのはあのマックじゃないとダメですよ、じゃあ今からマック行こうよになっちゃう、どっちもこれ関東弁と関西弁のこれ違いっていうのはじゃないと次に行けないからなんですよ、で関東弁で無理やりマクドって言って行こうとしたらイントネーション的にスムーズに行けるのはじゃあ今からさマクド行こうよになるのよ、ほんとこれマクド行こうよになっちゃう、なんでこれなんか変やなって気持ち悪いんだろう、マクド行こうよマクド行こうよってこれどこの人たちが言うんやろうと思って調べたら、そう名古屋や、ね、愛知、要は関西と関東の中間地点にいる愛知の人はマクドっていう人がいるらしいんですよ、一部ユニバもそう、あのねユニバって言うんですよ、ユニバって関東弁やとユニバになっちゃうんですよ、どうしてもこれもそうなんですよ、関東弁でユニバを発音しようと思うとユニバになっちゃうんですよ、だからもう韓国語であの通がうまく言えへんみたいなと一緒なんですよ、韓国の方が通をうまく言えへんからトゥになっちゃうみたいな、それと一緒なんですよ、関東弁で話しててユニバになっちゃうんですよね、本当に今からさユニバってならないですよ、ユニバ行こうよになってんですよ、上から行くから、あそうなのって、そうなのってだからねってね、引かない目あのさーって全部上がるんですよ、あのさーって上がるんです、全部下から上に上がるか上から下に上がるかっていうね、だから関西弁上から行くか下から行くかみたいな、そういう話なんですよ、だから実質的に新海誠なんですよね、だから要するに何が言いたいかっていうと、はい、ナイス、いいフィンカー、エンド、あーマジでなんでそこにいんの、やばタワー階段まだいんの、えぐ、だからそういうことなんですよね、なんで俺が今 CG の話しながらみんなに言語学について話してるのか分かんないですけど、じゃあ実はもともと言語学者やりまして、大学の時代はね、言語学を実は専攻しましてね、文化言語学っていうのにやってたんですけど、京都産業大学のね文化言語学部っていうのにね入ってましてね、そこで言語についてねいろいろこう研究やらないやらね、一応大学の時はあのアフリカとかに行ってね、いろんなところの地域のね言葉聞いて、あここの地域の言葉の発展はこうなんやとか、あなんか文化圏的にそうなんやねとかね、よく話で聞くやつやったらそのロシアの人とか寒いからあんまり口を開くように話さないとかね、そういうのねいろいろこう勉強してたんですけどね、ということでね MP 取らせていただきました、ありがとうございます、11キル4ですということでね、はい、2回に1回は成功しているというそんなスコアでした。